日本関東地方千葉県船橋市、宮本宮本は千葉県船橋市にある地区。現行行政地名は宮本1丁目から宮本9丁目である。郵便番号は273-0003。宮本は船橋市内の本町地域に存在する。南に宮本川を挟んだ先に、港町地域である浜城や若松、南西に港町と接し、 さらに同じ本町地域である北西の本町や北に、市場、北東に、東船橋と接する。南東には、奈良市の田日と接している。大宮宮下交差点から海老川橋までは、本町通りも通っており、本町通り周辺での発展が顕著である。2006年に、京成本線の高架化が完了したことで渋滞はいくらか緩和されたが、平日朝や、 休日の日中は大渋滞が発生している。そのためバスが帝国通りに走れず、バスの設定本数は、京成バスシステムの船41系統は1日で、3往復となっている。宮本地区の多くの道路は、歩道が整備されておらず、非常に危険な道が多くなっている。大江は宮下交差点から中野木交差点までは坂道、歩道の非整備が影響し、 事故が何回か起きている。2020年7月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。船橋市が2019年に発表した将来、人口推計では隣接する本町通りとともに40年後も人口は増加の一途をたどることになるとされている。高齢化も待つが岡地区や豊富地区のように急速には進まないとされている。 2020年4月現在の高齢化率は20.3%である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。